お分かりだと思いますけど、なんといってもね、これ安いんですよ。モンベル堆肥で約ね20。こんにちは、カッパパです。先日ホームボトルのモンベルのアルパインサーモボトル750の紹介をしまして、本当にね、多くの方にご視聴いただきましてありがとうございました。でその時いただいたコメントでこういうのがあったんですよ。ニトリで売ってるホームボトルも性能についてはサーモスやモンベルと同等ですよというコメントをいただいておりました。まあ、正直言って、まあそのことをねちょっと忘れてたんですけど、先日ニトリに行く用があって、たまたまね売り場でこのボトルが売られてるのを 見かけました。これがねこちらなんですよ。パッと見ね、まあ、外箱もアウトドア商品っぽいし、まあ、なんとねこれグッドデザイン賞を取ってるんですね。まあ、これならね従来品と比較できるなということで、まあ、今回ね、買ってみました。というわけで早速開封してみます。とその前にね、この箱をね、まあ、よく見てみますと、真っ先に目を引くのがね、まあ、ここのデザインですね。ね、アウトドア向けという感じで、まあ、このボトルの背景が山になってます。で、ここにね、書いてありますけど、正式名称はね、真空断熱、超保温、保冷ボトルって書いてあります。で、ブランド名がね、まあ、ニトリとかじゃなくて、Nヒーテックスっていうかな。まあ、これがブランド名になってるようですね。あと、ここにね、まあ、性能表示の数字が書いてあります。ではね、早速開けてみましょう。一応ですね、これが外箱で、これがまあ本体で、これが取説ですね。はい、で早速ね、まあ剥いてみますとこんな感じです。あのね、値段が安いからねあんまり期待しなかったんだけど、まあ、質感はね、まあ、非常にいいですね。触ってすぐ分かるのはこのトップの部分、ここですね、ここと底の部分、これがねシリコンゴムになってます。あとこのボトルのね、このボディの部分ですね、ここはねこうマット加工というかな、艶消し加工になっててすごく、まあ、高級感があります。でこれはね、まあ、コップで飲むタイプなんで、これ開けてみますね。はい、非常にねこの手の引っかかりもいいしね、これすごく回しやすいです。はい、あ、これがねそうなんだね、これ2つついてるんだって。これはねコップが2個ついてるタイプなんですが、こちらのちっちゃい方、これステンレスですね。これステンレスのコップはですね、これちょっと肉厚なんですよ。だけどまあ軽いってことで、これ中がね中空になってますね。真空構造ですので非常に保温性がいいというカップです。ただね、さっき開封したんですけど、開封の最初からねちょっと気になってることがあって、これちょっとでかくねえかってことですね。これ500にしちゃね、ちょっと大きい感じがしますね。これちょっとね、この部屋に他にねサーモスとかモンベルの山線があるんで、ちょっと取ってきます。はい、これがですね、いわゆる山線の500ですね。それとこれが、モンベルのアルパインサーモボトルね、これも500です。でこれが今回ニトリね。で容量的にはどれも 500ml のタイプです。ただねこうやって比べてみるともう大きさの違いがはっきりしてます ね。サーモスとモンベルはほぼ同じ高さですね。でこうやるとね直径もほぼ一緒です。まあ、それに対してこれニトリのはね、これモンベルなんかと比べると1センチぐらい高いですね。それと直径を比べるとね、これモンベルと比べるとやっぱりね一回り大きいというか、直径でいうとやっぱり1センチぐらい違いますね。で重さがですね、これがね 278g でモンベルの方がね 264g、 あんまり重さ変わらないです。ただこちらのニトリのはモンベルと比べてね、このモンベルと比べて重さがね 120g 重いんですよ、こっちの方が。このモンベルとこのニトリのはこれね 1.5 倍こっちの方が重いんですよ。 1.5 倍ですよ、相当重いですよ。それではね、構造や性能についてですけど、まず一つはダブル中線ということで、こういうふうに分割できるってことですね。ちなみにね、あの中線が分割できるタイプっていうと、まあ、このちょっとボロいですけど、この山線ね、この山線なんかもそうなんですよ。実を言うとこれ分割タイプなんですね。だからね、決してこの分割タイプって別に悪いわけじゃないし、むしろあの保温効果上げるにはまあ非常にいい手段なんですね。はい、あとねこの中線に中にね硬水ウレタンが入ってるんですね。まあ、それで保温効果を上げてると。はい、あとねもう一つ、これ真空断熱のコップがついてると。ちょっと大きさ違いますけども、この2つになるわけです。でうちなんかね夫婦で山に入ってますから、まあ変な話ここにコップ2つ入ってればね非常にこれ楽なんで、
使い勝手がいいと思います。あとこの中がですね、5層断熱ということで、まあ、非常に断熱効果が高そうな感じがします。はい、で内面のお手入れが楽ということで、まあ、こちらの図によるとですね、内側に汚れが残りにくい、また錆びにくい構造だということですね。はい、あと続いてね、これ衝撃に強いということですね。まあ、下にあのシリコンゴムがこれ取れるんですけど、これついてますけど、まあ、これがあって衝撃に強いということなんですが、これ変な話ね、これ昔買ったこれ山線にももちろんついてますし、あとこの間買ったねボンベルのサウンボトル、これにもついてます。でこういうのはね、山に持ってくボトルのまあ定番ですね。はい、で今出した表はですね、ここに現物があるサーモスの山線ボトル、それとモンベルのアルパインサーモン、それとニトリの超保温保冷ボトル、スペックをですね表にしたものがこちらです。で一応条件はね、容量すべて 500ml のポット、まあ、計測をスタートしてから6時間後のデータです。でやっぱりね、目につくのはここの部分、保温性能ですね。で6時間後サーモスが78度、でモンベルが80度に対してですね、このニトリのボトルはなんと85度になっているということですね。まだね、保冷の方もこのモンベルよりもね性能がいいってことになってます。まあ、ここでね、性能向上で考えられる理由とすれば、まあ、先ほども言いましたね、この中の5層構造の断熱仕様とか、あとは中線に硬質ウレタンを使っていると、まあ、そういったもので性能がアップしていると考えた方がいいと思います。ただしね、ここが重要なんですけどね、ここその性能アップと引き換えに、このニトリのボトルはモンベル対比でね、重さが 1.5 倍になっちゃうんですね。 120g も重くなっちゃう。またさっきも比べましたけど、この筐体もね、やっぱ一回り大きくなっちゃうといった構造的なデメリットを背負う形になってます。まあ、性能と引き換えにでかく重くなったということですね。はい、というわけでございましてね、まあ、ここにね、まあ、最後のまとめの表を出しますと、まあ、僕的にね、株価的にいいと思うところが3つあります。1つはね、やっぱりね、保温保冷性能が高いと、まあ、結果的にね、構造的に重くなってしまいますけど、やっぱり熱いまま冷たいままが続くっていうのは非常にいいことだと思います。でいいところ2つ目、やっぱりね、このコップが2つあるってことはいいですね。夫婦やね、カップルにはいいと思います。まあ、他にコップ持ってったりしますけど、まあ、できればね、これで間に合っちゃえば一番なんで、まあ、これは非常にいいと思います。はい、あとね、まあ、この表を見ていただいてお分かりだと思いますけど、なんといってもね、これ安いんですよ。モンベル対比で約ね 23% ぐらい安い、まあ、値段で言えば約900円ぐらい安いんですよ。まあ、この安いっていうのはもう本当に大きな魅力ですよね。逆にね、いまいちなところっていうのはこれ2つあるんですよ、僕的に言うとね。まずやっぱりね、さっき言いましたけど、まあ、性能と引き換えね、これ重いってことです。まあ、モンベル対比で 1.5 倍、 120g 重くなったというふうに言いましたけど、まあ、実質ね、 120g ってね、正直言って大した重さじゃないんですよ。ただね、まあ、その性能アップとはいえね、まあ、やっぱりね、山持ってくのに少しでも重いのはね、持ってきたくないって、まあ、そのちょっと気持ち的な問題ですね、まあ、正直言ってね。あとやっぱりね、あの中線分解のところなんですけど、中線が分解できるって、まあ、保温効果を高める狙いっていうのは非常にわかるんですよ。その通りだと思います。ただね、部品の点数がやっぱ多くなるっていうことを考えると、やっぱり洗う時とかね、あのメンテなんか、まあ、一手間二手間増えることなんで、中線分解っていうのはちょっとなと。例えばこのモンベルのアルパインボトル、これは中線分解しないタイプなんですよ。しなくてもこれしっかりね、保温性能が優れてるんですね。まあ、できればね、まあ、こういう風にしてほしかったなというのがあります。ということでね、まあ、いいと思う理由を3つ、あとね、いまいちだなと思った理由2つをね、ご紹介してみました。それでね、カブパパならね、じゃあこれニトリの山に持ってきますか、まあ、聞かれたらね、まあ、正直に答えると、これモンベルのアルパイン買ったから、まあ、ニトリのはね、山に持ってく必要はないんだけど、そうですね、使い道といったらですね、まあ、なんせこれ保冷やね、まあ、保温性能が高いってところがポイントで、僕車中泊やるんで、車中泊の時の車内でのポット代わりにいいかなというふうに思ってます。それとね、もう一つ、これ僕がね、山に持っていくかどうかの話じゃなくて、やっぱりこれから始めようって方、始める時ってね、初期投資にお金かかるんですよ。特に山の場合は、まあ、ザックとか靴とかね、あとはゴーテックスの雨具とかね、あっという間に20万30万しちゃうんで、まあ、こういうのにお金かけられないって場合は、もう非常にそういう時は有効だと思いますよ。むしろおすすめです。というわけでございましてね、今回ニトリの山線ボトル N ヒーテックス
超保温保冷ボトルのご紹介でした。今回も最後までご視聴ありがとうございました。カッパパでした。